ようございます。3日目です。8時間ぐらいずっとネット見てたらないとダメなもんなんだな。もうまだまだかかりそうやな。アドリさんどこに決まったんやろな。レンジとハルくんと無事戻ってちょっと話したいな。孤独やもんな。まあまず最初はマシな方やな。俺はいい人に会えたし。1時間歩いた後に逆方向だったと判明。なんかもうこの辺にあるっていう話なんですけども、おっとあったー。ここや。よっしゃ行ってきます。いやー気持ちよかったな。ちょっとゆっくりして米沢に今度は向かおうと思います。なんてことだ。1時間近く歩いて山形駅まで着きそうだったのにカメラを忘れてしまった。撮りに行ってあったからよかったけど、また1時間歩かなあかんし最悪や。通行のミスけど時間はいくらでもある。よっしゃ戻ってきた。タルの里と言われてる小野川温泉ちょっと行ってから戻ってきて福島に入ると。めっちゃ綺麗ですか。これは癒されるわ。なんと温泉で筋肉痛が一発で治った。ホタルはまだ時期が早かったみたいで残念。おっしゃ着いた。これで山形を離れることに。いろいろあったな。ちっちゃい子もしたよね。180g でしょ。結構するな。また来たいですね。山やるやん。開発クラブ駅前シャワールーム、これはすごい。開発クラブが目の前に。郡山は都会だ。おはようございます。4日目です。郡山快晴です。電車賃と宿代とで明日にちょっと個人的にビッグイベント行きたいんで、それの費用とか考えると結構歩いたとしてもとにかく3000円しかないん で今からとりあえず2日ぐらい何も食べてないんで、コンビニでカップラーメンが一番安いかな。ビッグイベントのためにも節約せねば。でもまずは腹ごしらえ。阿部さん頑張ってるかな。ご飯食べます。なんとドーン、カップ焼きそば。こんなん食ったんし、だいぶ久々やな。こんなん完食しました。とりあえずご飯も食べて、残ってるお金で行けるとするなら猪苗代湖やろうな。久々のカップ焼きそばで満腹、猪苗代湖目指します。どうしようか。道だよ、俺めちゃめちゃ先まであるから、ほら360度あれが、はい、磐梯山。だいぶ
歩いてきたら綺麗な湖の顔が見えてきました。鳥がいました。鳥がだいぶズーム効くからね、これ。ほら、この景色だったらあれやりたいな。どこにいるのでしょうかみたいな、ズームしていってここでーすみたいな。一人じゃできへんな、あれは。猪苗代湖は広かった。日差しが強くて体調不良に。道の駅たるものに初めてですね、今回道の駅は来ました。なんか楽しいはずなんやけどな。行って楽しもうみたいな思ってても、一人やしな。どっかに行くから、何があるから、何のために行くかなみたいな、やっぱ大事なんやろな。また歩いてるだけでもおもんないし、一人やし、こう気心知れた仲間やったり従業員やったりがやっぱ浮かぶわな。こういう時昨日まではさほどそんな孤独を感じたことはなかったんだけど、今日ちょっとなんか、なんやろうな。道の駅で少し休憩、弱った時は仲間に会いたくなる。豚飛んだ。どうしようか。明日をやることを決めてあるのと、お金は使い道が決まってるんで、やること本当なさすぎて、あるものを買いました。それはじゃーん、本を買っちゃいました。ということで、明日、朝一に郡山出て宇都宮にまずは向かいたいなと思ってます。結局雨が、ビール飲みたいわ。